見事としか言いようのない宿は、まるで古民家でもてなされているようなしつらえ。これは建築家と宿の主人との工夫によるもの。飛騨の古民家を移築したり、薪ストーブやいろりも実際に使われている。臼と杵での餅つき、かまどで作る水豚、おかみ手作りの果実酒と、そのこだわりを挙げるとキリがないほど徹底した空間作りで、日常を忘れ憩うには最高である。いろりに火を入れて鍋を楽しむ。鍋料理は夏には夏のものを、冬には冬のものが一年中出される。お食事は和食の懐石、月替わりで旬のものがいただける。青の川沿いの桜並木が窓から望める。見ごろは2月とか。湯船の数はなんと30個近く。大浴場は昔の民家を模して自然換気ができる作りになっているので、換気音などは一切ない。内を抜けると石畳が続き、竹林に囲まれた野趣あふれる露天風呂がある。陶製の浴槽が6つ一列に並び、すっぽりと体が収まる一人用の露天風呂。貸し切りでゆったりとくつろぐヒノキの根湯。内湯と露天の2つが楽しめる。足長おじさんの足湯。
青野川へと続く庭の通路。